霊夢。マリサぜ。このチャンネルでは最近読んだ本を紹介するよ。面白い本がしばし紹介するね。チャンネル登録もよろしくむ、む。今回は、桃、を紹介するよ。フランス人作家、ミヒャエル・エンデの作品。ちなみに奥さんは日本人。簡単にあらすじを言うよ。ある日、町外れの廃墟された劇場に、小さな女の子が住み始めました。町の人はみんなで、その女の子の世話をすることにしました。名前を桃と言います。桃はとっても聞き上手。みんなが桃に話を聞いてもらいたがります。桃と話をすると、とっても落ち着くのです。ある日、町に灰色の男がやってきました。男は町のみんなに時間貯金を勧めます。時間貯金をすると将来の時間が増えるのです。みんなはどんどん時間貯金をしました。すると今の時間が足りなくなりました。のんびり暮らしにさようなら。忙しい都会人の暮らしになりました。床屋さんも飲み屋さんも、用が済んだお客さんをさっさと追い出します。子供たちも親から、相手にしてもらえなくなりました。桃だけが灰色の男の悪事に気づきました。桃は時間の国からやってきたため、カシオペイアとタッグを組みます。ガシガシ苦労の末、灰色の男を退治しました。めでたしめでたし。どうだった?うん。桃かわいい。将来のために今を急いで生きる。現代人と江戸時代人の違いだね。年金が心配な現代人。酔い越しの金は持たない江戸っ子。ちなみに江戸職人は、うん。午後3時までしか働かないらしい。それからは自由時間。いいなぁ。お金の話を、時間でしちゃった。エンデさん天才。本人もこの本で、お金について考えてもらいたかったらしいよ。そうなの。うん。エンデの遺言、って言ってた。以上、桃、でした。あらすじ知っても、文章いいから手に取ってちょ。ちなみに年金の心配ないよ。お金の正体がわかれば納得するよ。そうなの。うん。お金の解説動画作ったよ。金の亡者。うん。金に縛られないために知っとけや。次は、エンデさんの代表作、果てしない物語、を紹介するよ。うん。いじめられっ子の少年がいました。名前をバスキアンと言います。ある日、本屋でとっても気になる本を見つけました。果てしない物語、という題名です。出来心でパクってしまいました。授業もバックれて学校の物置にしけ込みます。これで誰にも邪魔されません。安心したバスキアンは、果てしない物語、にがっつき始めました。物語の中では、ファンタージェン王国に危機が迫っています。虚無が王国を覆い尽くそうとしています。王国と一心同体の姫も、どんどん元気がなくなります。勇者アトレイユの出番です。虚無成敗に旅立ちます。大雲イグラムールの住み獲物がかかってます。ガシュワチ、アトレイユ、会心の一撃。大雲を退治しました。てってれー。経験値100ポイントアップ。助けたのは幸福のユーフックールでした。空を飛べる竜に乗ってガシガシ進みます。巨人、商人、石人、人狼、いろんな生物に絡まれます。走行しているうちに、なぜか人間の子供の手助けが必要とわかりました。ちゃっちゃじゃん。そうです、バスキアンの出番です。なぜか、果てしない物語、に入り込んでしまいます。で、ぶちびバスキアンが物語の中ではシュッとします。イケメン細マッチョか。てってれー。メガ勇者バスキアンの誕生。アトレイユから主役の座を奪います。かわいそう。ガシガシ活躍、虚無退治。そして物語はループします。回る回るよ、時代は回る。どうだった?面白い。虚無って何?闇だよ。現代人には誰にもあるね。そう?うん。でも物語ですっきり。桃、と果てしない物語、のリンク貼っておくよ。時間あったら、案内欄もチェックしてね、矢印。ご視聴ありがとうございました。